今回は教育資金プランニングの論点についてお話ししたいと思います。教育資金は三大資金のうちの一つで子供が誕生すると同時に将来のいつ頃にいくらのお金が必要になるかある程度を見積もることができます。ですので地道にお金を積み立てて必要資金を用意するのが基本ですが 私立の大学に行くなど進路によっては多額のお金がかかりますから自力で用意することができない部分についてはローンを利用する必要がありますそこで今回は教育資金の借り入れについて理解していただきたいと思いますまずは国の教育ローンについて正式名称は教育一般貸付というんですが これは基本的に親が借金をする制度です。一定の年収要件を満たせば、学生生徒一人当たり基本的に350万円まで借り入れることができて、原則として最長15年にわたって固定金利で返済します。ちなみに、資金の使い道は受験にかかる費用や学校納付金に限られずに、住居費用や教材費など、 幅広い用用途に利すすることができます次は日本学生支援機構の奨学金についてこの制度には将来お金を返さなくてはいけない対応型と将来お金を返す必要がない給付型の2種類がありますさらに対応型には無利息の第1種奨学金と利息付きの第2種奨学金があって 当然、第一種奨学金は第二種奨学金よりも借りるハードルが高いです。それから、日本学生支援機構の奨学金は、国の教育ローンとは違って、債務者は学生生徒本人です。社会人になると働いて返還していかなくてはいけませんから、借りられるだけ借りるのではなくて、必要な分だけ借りなくてはいけません。ちなみに 日本学生支援機構の奨学金が振り込まれるのは大学が始まった5月からです。基本的に入学金や前期の受講料など入学前にかかる費用を用意するものではありませんから入学前の費用を用意することができない場合には国の教育論を利用するなど別の手段を考えなくてはいけません。それでは今回はここで終わります。 ありがとうございました。